伊丹東洋同士の戦い、手加減は一切なし。ここまで順調に勝ち上がってきた川端だったが、落とし穴が待っていた。川端まず先行、あとは藤野秀之、まずは先行で。さあ GTR がどうくる。しかし藤野も負けてはいないぞ。さあ飛び込め、よくあれに走ってたね。すごい距離。天候はギリギリだったんですけど、コースアウトもあるぞ。あ、やっぱあるわ。うわー、これ9-11だ。うわー、本来はですね10-11なんですね。ただ川端選手ね、やっぱりね、審査席前コースアウト取ってますね、はい、これね。これちょっと川端遠い。すごいぞこれ。2ランク以上ですか。これ東洋としてはもう絶対のところがあっても、はい、そうですね、これを藤野の勝ちにも来させるという、うここにオーダーなんかねえよ。ないですね。ガチでやらせてます。 F1 でもやらないですよね。やらないですもう本当に。さあ入れ替えの2本目、これで今シーズンが決まる可能性もありますが、川端が2ランク取ってくることができるかどうか。藤野秀幸に対して、さあ入りやすいとは言えるが、さあどうだ、これはちょっと大きなぐらつき、そしてやっていく最初のぐらつき分がちょっと厳しい。2ランクは到達しない。ないなこれは。あ、これでは2ランクには到達しません。ガチの勝負、川端雅人2ランクを取れないということになると、今シーズンのチャンピオンが決定する。8に対して8、勝負あり。勝ったのは藤野秀幸だ。川端負けた。嘘。じゃあ俺シリーズ優勝今決まったじゃん。決まった。今決まったなんか負けた直後だから複雑なんだけどまあいいか。シリーズチャンピオン決定。シリーズチャンピオン決まったのは嬉しいね。勝って決めたかったな負けて決まるのもちょっと寂しいね一本目はちょっと流された、ちょっとアウトに、ライン下ってくらいもちゃうかったし、ちょっと、止めきれへんかったし。行きにくいよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今戦った後でいきなりインタビューですけど、はい。3位決定戦に向けて意気込みをお願いします。ぶっ殺す。だいぶお口が悪いですね。いやだって、負けっぱなしは嫌やから。はい。それしかないね、もうね。もう全てをぶつけるしかない。はい。うん、そしてなんと、はい、斉藤選手用の。はい。タイヤ、これニュータイヤ、ニューを、はい、はい、多分 RR じゃないですよ。そうですね、プロクセス R888R、はい、違うタイヤなんや。 888RR、 はい、これは斉藤さん用です。斉藤さん用。呼び方は斉藤さん用。やっぱり別にプレーはない。勝つまでは、はい、いや楽しみですけども、ね、すごいね、はいはい、ピリピリしてます。そりゃそうでしょう、はい、僕ねものすごい肩身狭いんですよ今。いや広いよだいぶ。よう、こんにちは言って入ったなほんまに。ド派手な3位決定戦、まばたき厳禁。さあまずはいよいよ3位決定戦だ。斉藤大吾 VS 川端雅人。マニハットバイブレーシングモンスターチェイサーと、そしてチームトリオタイヤトリクトクラストレーシンググレッティ3号 RX エッグディ。マニハットの対戦はまず1本目、まずはおー、もうやりすぎている両者。もう最終コーナーまっすぐジャンプしちゃったもん。もう横向きすぎて戻る人、そしてまっすぐ出てきちゃった人なんだこれ、なんでしょうか。完全にケツが浮くほどのジャンプを見せた川端、着地の衝撃でヘルメットのバイザーが落ちてしまった。危ねえ。あ、両者行ってこいだなこれもう。え、イーブン66イーブン、低いな66今度は斉藤大吾が後ろから、川端雅人が今度はどんな飛び出しを見せるんだ。飛んでくる川端に対して斉藤大吾イーブン、飛んでんだ。うわ
瞬になると思った。いや、あのパターンは突き刺さるパターンですよ。そうです、ね、川端が見に帰ってきました。川端が戻ってきた。すっごい。いいよ、戻ってこなくて。戻ってこなくていいよ。どういう気持ちで戻ってきたんや。これはしかし勝負ありということになりますが、とんでもないことをやる2人だ。すごいですね。いや、だからただじゃ済まんっていうね。ただじゃ済まない。でもこれ走って帰れます。うわ、すごい走りを見せてくれた。これがチャンピオンなんだ。笑ってるもん。ひどい対決ですよ。6648。え、最後48。はい、まあ、さっきのはの今回ね気持ちが入りすぎた、うん、入りすぎた入りすぎてドボンやったな。まあ今となってはまず川端履き慣れてないタイヤで、あー最初のね、最初の後追いでまっすぐ飛んできましたからね、はい、自分もあの上のそのヘアピン、はい、見えてないところのヘアピンやたら川端速かったんで、うんうんうん、まあ、追いかけモードになっちゃって、それ焦っちゃったってことで、焦っちゃって壁、もう恵比寿のね、はい、もうあの一番最悪なパターンの壁ドカーン当たってまっすぐズドン来る、はい、あのパターンやと思ったんですよ、もう誰もが、はい、でも熊さんも言ったけど、あれどうやって止めたら、どう自分でどうやって操作したかとか覚えてますか。まあ、やっぱりも僕も頭の中でこうズドンがよぎったんですけど、まあ、そこでこうブレーキとかで固めちゃうと、うん、もう車もどうにもなんなくなっちゃうんで、そのままピューいきますから、まあ、なるべくこうちょっと少しでも向きを変えられればいいなと思って、うん、まあ、サイドブレーキとかあの足の調整をなんかしてたような気がします。あの短い、あれ一瞬ですよね。でもいや乗ってると長いんですよ。へえ。これが最後の戦い、ファイナル。恵比寿、本当にドリフト始めた頃からずっと走ってたコースなんで、はい、ここでもう筑波だけじゃないってとこを見せたいと思ってるんで、はい、応援よろしくお願いします。はい、村山智弘、頑張っていただきたいところ。そして対戦相手、藤野どうぞ。はい、はい、自分は、まあ、恵比寿、実を言うとすごく怖いコースなんですけど、はい、勝ってた、はい、まあ、車もちょっとクラッシュしてしまって、はい、まあ、いろいろみんなに助けられながらここまで来れたので、はい、いい走りを見せたいと思います。よろしくお願いします。真面目ですね。なんと地味な決勝戦じゃあ期待してます。はい、今井さん、皆さん大きな拍手お願いします。村山智弘、そして藤野秀幸。ちょっとドリテンの応援団に盛り上げてもらいましょうか。あ、なるほどなるほど。ちょっと川崎さん、はい、決勝前に景気いいのお願いします。やっぴどん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 。いいぞなんだそれ、なんかすごい古典的な。いいよいいよ。キャラは地味だが走りは熱い決勝戦。さあいよいよファイナルだ。村山智弘、藤野秀幸、パシフィックレーシングチーム、ウィズダンロップ S14、 そしてウィステリア180。このマシンの対決はどういうことになるのか。まずは村山が前、そして後ろから藤野、また近づいてきたい藤野、飛び出しはどうだ。いやー離れてる。さあ離れたところ、飛び飛びでいく、近いだ。やってしまいました。やっちまった。いい距離行ったんですけども、いい見た見た。でもここの多分遅れが僕は影響してると思いますよ、飛び出しの、はい、止めきれずですよね。いやーこれ一本であっさりちょっと大きなランク差がついてしまうことになった。さあ入れ替えの2本目、今度は藤野が前、後ろから村山、村山がもちろんぶっ飛んでいけばまだ分からないと、はいはい、いうことにもなりますが、それを誘い出すことができるかどうか。さあ藤野先行で思い切った飛び出しをしてくることができるか。離してきた。さあどうだ、様子を見ているか村山。ここは村山が落ち着いている。ここは村山が落ち着いている。これで村山
無理する必要ないですからね。これ無理しませんでした、はい、これは無理する必要ないですよね。ということでアドバンテージを守った村山が今シーズン2度目の優勝、初優勝から立て続けの快挙でまぐれじゃないことを証明した。総合的にはイーガル上がりのドライバーの躍進が光る結果となった。エビス2連戦の単走と追走の合計で競うマイスターは斉藤大吾が獲得。昨年に引き続き最終戦を待たずチャンピオンが決まるシーズンとなった。総括してどういう年でしたか？いや本当にいい年でした ね、 ねやることなすことみんなうまくいっちゃい、いやこれ本当にもうなんかちょっとどっかうまいこといかないかだと逆にないんですか？ないですね。ない来シーズンは車変わったりとかタイヤの変更とかなんか予定はあるんですか今？まあ、タイヤは またワンリさんでやってくれることになってて、まあ、ニュータイヤ、はい、で来年は車も買える予定です。あれ車変わんの？ヒントヒントヒント、まあ、アメ車です。アメ車、アメ車、え、それまた一から作るってこと？そうですね。おお、まあ、僕憧れの車なんで、おお、はい、やりたい車でやろうと。どんな車なんでしょう皆さん楽しみにしております。はい、ということでございまして第4回のゲストは斉藤大吾選手でした。ありがとうございました。